皆さんこんにちは、ボンドチャンネルズチーフパフォーマンスです。今回は海燕テックアート最終回をお伝えいたします。ついに車両が完成しました。こんな感じです。で、今回ちょっと最終回なんで、一番最初の経緯からお話しさせていただくと、今回こちらの車、中止にはなってしまったんですけれども、2021年オートサロン出展に合わせて製作させていただいた車になります。一応ボンドカーズの方で、ノーマルの海燕ターボクーペを探してきて、そこから新品で全部テックアートのパーツを組んでっていう感じになります。で、テックアートご存知ない方は、一応で一昨年ですね、年末に、僕の方がテックアートの本社の方に、行ってますんで、動画も撮ってますんで、もしよかったらどんな会社でどんな考えでものづくりをしている会社っていうのが分かるんで、ぜひ見てみてください。で、早速ご紹介させていただくんですけれども、付けたパーツに関しては結構シンプルです。テックアートがもともと純正オプションのちょっとそのまま延長線上っていう感じなんで、今回このフロントのこの部分ですねがテックアートのスポイラーになります。で、結構形状が複雑で、ここの部分とあと下の部分の2ピースの構成になってます。で、この下の部分に関してはもうテックアートの方でこのザラザラのしぼしぼのペイントにチッピング塗装されている状態で、そのままつけてあります。で、こっちの上の部分はボディ同色で、なんで非常に立体感もあって、で、なおかつこう凹凸に関してはこの純正のバンパーから出ないような形状になってるんで、その全長が変わっちゃったりとかっていうのもないような、スタイリングになってます。なので海燕のちょっとこのエッジの効いたちょっとシャープな顔つきをそのままなんかこうボリュームアップさせるような、そんなスポイラーになってます。で、あとフロントに関してはテックアート、外装コンプリートということで、エンブレムもこのテックアートのエンブレムになってます。そしてそのまま横に行くと、今回足元は、ロアリング、IID のロアリングロッドで、少しローダウンがしてあります。で、今回オートサロンに出展するということで、ちょっとショーカーの意味合いもあるんで、普段より少しダウン量多めに取って少し下げ気味で、組んであります。で、組み合わせるタイヤホイールが、ホイールがフォーミュラ6で、こちらのフォーミュラ6フィニッシュがオーダーでいろいろできます。で、今回は、これもショーということで、一応フルポリッシュで仕上げてみました。で、やっぱり、他に並べる車がマンソリーとかブラバスとかアーバンとか、ちょっとこう目を引く派手な車が多いんで、テックアート、全体的なシンプルな印象ではあるんですけど、ちょっと足元を少し派手にするために、ポリッシュ仕上げにしました。で、これ、お客様のお好みでいろんなことができます。例えば、スタンダードなこの天面をポリッシュダイヤモンドカットにして、側面だったり全部ブラックに合わせた純正ホイールのような仕上がりなんかもできますんで、好みに合わせていろんなことができるようになってます。で、今回ボルトに関してはポリッシュなんで、それに合わせてクロームのボルトに交換してあります。で、その奥に見えるキャリパーは、もともと純正でこのカラーだったんですけども、ロゴだけテックアートのロゴに変えて、ちょっとコンプリートカー感をちょっと増してます。こんな足元になって、で、あとタイヤの方は285/35/22ということで、基本的に純正サイズがそのまま使えるようになってます。これは純正の走行性能を損なわないような、設計になっているためですね。テックアートの場合、そのポルシェの走りのその性能の部分を殺さずに、例えばその個性だったりだとか、ドレスアップ要素を高められるようになってますので、そういったタイヤチョイスになってます。で、リアに関しても同様です。キャリパーのペイントと、で、後ろは少し太めの 11.5J、 ただサイズは当然純正なんで、この辺乗り味だったりだとか、走行性能に関してもスポイルしないような設計になってます。ちょっとクーペということで、ちょっとリアのこのゲートが特徴的な形状になってるんですけれども、テックアートのエアロパーツはこの下の部分だけテックアートのパーツになってます。このテックアートのロゴの入った4本出し、外側がカーボンで中がステンレスの仕様になってございます。で、基本的にはマフラーはそのままで、出口のこのパイプの部分とここだけが交換されるような形になってますんで、基本的に音質だったりは変わらなく、車検だったりもそのまま適合するような形になってます。で、あとはリアのこのゲートに関しては、ポルシェのロゴがこのガーニッシュの中に入ってるんですけれども、新たにこのテックアートのロゴのガーニッシュになってます。やっぱりこのポルシェのロゴを
外観から消すことで全く別の車っていうような印象を与えることができてます。続いてちょっと内装をご紹介させていただきたいと思います。で、内装に関してはステアリング交換、あとアームレストのエンボス加工、あとフロアマット、あとスカフプレートなんかがカスタマイズされています。まずステアリングからいくと、今回は純正をベースにカスタマイズしました。もともとこの上下がウッドのステアリングだったんですけれども、それはそのままにこのグリップの部分だけアルカンターラ、パンチングのアルカンターラに貼り替えてあります。このパンチングの中は白いレザーになってます。でよく見ていただきたいのは、結構車外のステアリングなんかだとあるあるなんですけれども、パンチングがこのよれて穴が潰れたり、穴がこう穴として見えなかったりっていうものも多いんですけれども、テックアートの場合は基本的にこの全てパンチングの揃った、本当に職人の手作業で丁寧な仕事が伺える、そんなパンチングになってます。そしてそれに合わせてこのモード切り替えのダイヤルも白にペイントされています。で、あとはこのパドルですね、パドルの裏側にも同色のアルカンターラを施工することによって、まあ、一つアクセントと、まあ、あとは操作した時の触り心地がすごくいい仕様になってます。で、今回はこれデモカーに合わせて、製作したあくまで一例なんで、まあ、例えばいろんなところを色を変えたりとか、この辺レザーにしたりだとか、丸々ステアリングを作り変えるなんていうこともできます。で、あとはそれに合わせて今回このセンターエアバッグの部分もテックアートのロゴに交換されています。で、あとはアームレストですね。アームレストに関しては外して、本国の方で加工してもらってテックアートのロゴ入りのアームレストになってます。で、あと足元で行くとフロアマットがテックアートのフロアマットになってます。これも、まあ、アクセントカラーのホワイトの縁を入れて、テックアートロゴのフロアマットにしました。で、これもカスタマイズいろいろできます。もちろん縁の色、ステッチの色、まあ、あとはその素材なんかもいろいろ選べますんで、まあ、好みだったりだとか内装のイメージ、外装のイメージに合わせていろんなものができるようになってます。で、あとその奥に見えるペダル、そしてその奥に見えるペダルもデッカートのアルミ製のペダルカバーになってます、はい、そして続いてこの乗り込む時に見えるスカフプレート、こちらもポルシェ純正のものからデッカートに交換されています。なんで基本的にはもう多分内装かなりかっこいいんで、今回に関しては本当に純正の良さをそのまま生かしつつ、ところどころテックアートの、加工だったりパーツに交換して、ちょっとインテリア華やかにカスタマイズしている感じになります。で、特に本当にこのカイエンターボクーペ中がすごく豪華で、まあ、ダッシュボードも当然全部レザーですし、ドアに関しても全部レザーの仕様に、で、驚くべきなのはこのポケットの中までかなりレザーを張り込んだ豪華な仕様になってるんで、まあ、それに負けない、見劣りしないクオリティの内装になってる気がします。そして当然後ろのフロアマットもテックアウトのものに交換してます。で、後ろってどうしてもそのステアリングとかインパネがない分、まあ、寂しいというか変化の少ない、視界になるんですけれども、こうやってフロアマットだけでも交換することによって、ちょっとカスタマイズした感じが出るので非常におすすめです。で、別の車両なんですけれども、例えば塗り分けでこの上の部分を同じくボディ同色、下の部分をこのグロスブラックにするなんていう塗り分けもできます。で、当然全部ボディ同色なんていうのもできますんで、まあ、この塗り分けでも結構外観の違いを楽しめるんじゃないでしょうか。で、こちらの車はリップスポイラーだけの取り付けになるんですけれども、まあ、全体的にもともとサイドスカートがない設定になってますんで、まあ、フロントのリップスポイラーだけでもバランスの取れるパーツ構成になってます。はい、というわけで今回はカイエンターボクーペテックアートの最終回をお伝えしました。こちらの車両もう少しちょっとプロモーションで使って、まあ、最終的にはボンドカーズの方で車両販売させていただきます。なのでぜひぜひ興味のある方はチェックしてみてください。今回ご紹介させていただいたカイエンターボクーペはもちろん他のグレードだったりだとか、クーペじゃない普通のカイエンでも同じようにテックアートのパーツ、まあ、いろいろ取り付けもできますし、まあ、あとは内装のカスタマイズは本当テックアートの場合は無限大です。お客様の好みに合わせていろんなことが提案できます。ぜひボンド各店までご相談ください。ボンドチャンネルのチャンネル登録まだの方はチャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。